どうもありがとうございます。どうもすけたくんです。はい、というわけでなんと今回はついについに花のチャンネル史上最も輝く眩しいコラボ、さあなんだ、スカイピースイエイ、スカイピースイエイとコラボでございます。とうとうここまで来てしまいました。半年前ぐらいまではね、まだ全然俺見えてなかったんですよ、存在を。存在見えてなかったんですけども、やっとこの前の12月のファンフェスでようやくその存在を確認した。ポケモン図鑑にその名前を刻んだ。捕まえてはないんですけども、一応図鑑にこのジンタンテオくんっていうあの姿形だけはこう図鑑に記録されてる状態で、まあやっとですねスカイピースさんが見えるようになりました。ありがとうございます。まあ、今回はそんなスカイピースさんとね、ある企画をやりたいと思います。ということで今回やる企画は、出会って5秒で即コラボするもなんと全然そのコラボがうまくいかないドッキリ。まあ、3人でこうコラボ設定するんですけども、で僕らはちょっとあえて盛り上がれない演技みたいなのをして、どんどん空気がね悪くなっていったら、ジンタはどういう反応するのかっていうのをやっていきたいと思います。まあ、正直ねこれガチでほんまに関係性ゼロなんで、ほんまにうまくいかへんかった時の保険っていうね、実は保険企画でもあると。やっぱ陰と陽、油と水を混ぜるわけですから、これはマジ何が起こるかわからないと。その意味でも含めてこう、皆様ぜひ、活目ください。というわけでそれではメイクイットパスボブイズ陰陽師左遷。はい、というわけで、スカイハウスにやってきました。これからですね出会って5秒、スカイピースと、やっていきたいと思います。花尾ちゃん、花ちゃんならまだいいけど、花尾ちゃんはもうホモよ。花尾ちゃん呼びは。膝が救われてる。ちょっとタッチしてほしいね。ん？ん？ソフトタッチ。左遷。じゃあ行きたいと思います。五、四、三、一。昨日。過ぎたら止まってました。はい、じゃあ一つ目の早速企画をいきたいと思います。二つ目、え、一つ目って言ったよ。二つ目の、一つ目はメモ見るな。携帯のメモ見るな。やめてよ。一つ目は全然笑ってもいいよ、ルミスマース選手権。スカイピースさんの企画で、はい、ルミスマ、指すまの企画ありましたね。あれの耳バージョンです。みんな耳を打たせますか。耳、耳動かせる人いますよね、たまに。たまにいる、たまにいる。できる人だから。俺できる人です。嘘、やって。動いてないよ。じゃあそれをやりましょう、みんなで。怖い怖い。じんたんからどうぞ。あー、俺から。順番から耳すまになるのかな。うん、耳すまです。いきます。はい、いきますよ。うん、耳すま2。何これ、何これ。俺一応1個あげてたよ。俺も1個あげてた。俺もあげてたんだけど。あー、じゃあまだ耳すまれない。耳すま5。はい、3本あげたよ。俺も2本あげた。これ2本あげた。あー、違った。耳すま2。あ、1。
1。あ、俺負けてない。あ、じゃあ取ろう、耳1個。取れんの？取れんの耳。チキジンタ面白い、これ面白い、顔引きずっちゃう。ジンタ面白い、大丈夫、ジンタ大丈夫。うん、いやでも笑ってもいいんでしょ、これは。いや全然笑ってもいい、笑っていいんだよ、全然笑ってもいいよ。でも僕もっと笑いなよ、もっと笑いなよ。もっと笑いなよ、もっと笑いなよって言ってくる人いる。もっと笑いなよ、ジンタ。じゃあ次の企画いきます。よっしゃ、やり直せ。全然笑ってもいい一文字上人上官。わー、面白そう。何それ。これはサブチャンネル。サブチャンネル、サブチャンネル、メインチャンネルの企画なんですけども。失礼だよ、ごめん、すぐそういうこと言う。ごめん、間違えた。すねた鼻を、すねた鼻を、すねを出た、すねを出た。ごめん、ジンタン顔でなんかそういうことしてくるし、すぐ。え、どういうこと。褒めてくれてる。そう、ありがとう。褒めてないよ。さあせん、この企画はですね、みんなで同じものを食べて、うん、一文字ずつ言っていきます。それを文にして感想を言いましょうという企画です。わかりましたか。わかった。あ、嘘。じゃあさ、ごめん、俺分かってくれないと進めないじゃん。そう、なんでそうやって進めない。え、例えば足引っ張ってる。あるよ。はい、じゃあ早速やりましょう。わかったわかった、頑張れ。セブンのレーズンパンがあります。はい、嫌いなやつね、俺が。はい、そうなんですか。ごめんね。ごめん。じゃあいただきますよ。はい、せーの、いただきます。いただきます。う、わ、うわ、し、し、あ、こだ。今しっこだ。ひどくない？ひどいよ、ジンタ、それは。いやいや、俺は漆黒のレーズンが続ける予定だった。あ、マジ？そうだよ、これおしっこだと思ったの。ひどくないですか。え、そういうわけじゃないけど、いつ終わるのかなと思って。俺で終わりかと思ってたの、最初。まず違うよ、うわしで終わりかと思ってた。全然、何周もする、これ。何周もするんだ。あ、そういうことね。文章やから、もう。あー、気を取り直して。はい、じゃあ、テオ君から。レ、ニ、ワ、マ、ダ、ハ、ヤ、イ。食べてた感想が、食べた感想が楽しすぎて。いや、おーい、面白いじゃん、こういうの。ダメじゃん、ダメじゃん、面白くなっちゃダメじゃん。え、なんか続き。ダメだよ、面白くしちゃ。そうなの、普通に面白かったもんね。ダメだよ、こんなんじゃ。ごめん、ジンタ、ちょっと今日調子悪い。そうか、なんか調子悪いな。いつももっと楽しそうなのに。楽しんでる、タラちゃんの企画が。自分、自分だけで楽しんでるない。いいんじゃん、逆に楽しんでないの。いや、なんか、そう、タラちゃん、ジンダン、ちょっとそういう、ジンダンって、タン今ね、レンガと混ざってたよ、俺。一回整える、心を整える。博士で誠さんが心を整えるようになる。わからん、ちょっと一回難しい文学的なことやめて。ちょっとほんま切ろ、これ。そうよ、うまい。もっと喜んでくれると思った。俺も内緒で連れてきたけど。いや、俺はびっくりしたよ、嬉しくて。いや、でも嬉しかったよ、本当に。だってすごい。急に、喉で、喉で何かを生成したいの。レーズンパン食べ過ぎ。じゃあ、ジンタ切り替えよ。ジンタ、うんうん、切り替えよ、切り替えよ。うん、言うね。いい、つけて、じゃあ。つけよ、つけよ。楽しめる、楽しめる、楽しめる。いくよ。あ、行こう。はい、はい、始まりました。はい、よっしゃ、やるぞ。じゃあ、行くぞ。うん。
テンション上げ下げゲーム。いやいやいや、赤上げてみたいなのあるやん、あれの。大丈夫、使うぞ使うぞ上げ下げゲームというのはですね、うんうん、テンションを赤上げてって言ったら、うんうん、テンション上げる、うん、はい、白を下げてって言ったら真顔になる。ゼロ100じゃないよね。あ、そんな感じじゃあ、じんさん、はい、うまくやるんだよ。せーの、白下げて赤上げて赤下げないで赤下げないで赤上げて赤上げろ、白下げて、よし、いいよ。え、よかった、うん、大丈夫、うまい。うわー、結構上がってたからね。次いきます。やんないの、もういいんじゃない別の。あ、怒ってもらって、もういいっすかね。もういいよ、はい。というわけで、じゅんたん出会って5秒コラボが全くうまくいかないドッキリでした。でした。だからなんかノリがちょっと違ったのか。ノリ違いました。ここで壁ができてました。ここで作ってましたね。作ってました。でもあれだったね。ジンタンがうまいね。ジンタンがうまい。ジンタンがこの雰囲気を壊すのがうまかったね。うまい。いじめられ慣れてるから。慣れてる。全部。この顔で全部もうあの。これでやっぱこうね。全部オッケー。全部。